エレン、追いかけないと。追いかけて、あの女を殺して、エレンを。待て、落ち着け。一旦離れろ。この距離を保ったまま奴を追うぞ。うなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか？生きてます。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。殺したいのなら潰すはず。目標はわざわざ口に含んで逃げています。だといいな。目的を一つに絞るぞ。まず目型を仕留めることは諦める。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。エレンが生きていることに全ての望みをかけ、奴が森を抜ける前に救い出す。俺が奴を削る。お前は奴の注意を引け。了解。救援要請、無視はできねえ。ごめんね、もう少しだけ待ってて。チャージ、ヤツを削って消耗させるぞ。俺の敵じゃない。なんでこうなるの？私このまま死ぬじゃん。ヤツを殺すことを諦めるんですか？ヤツは仲間をたくさん殺しています。言ったはずだ。目的はエレンの救出だぞ。確実に救うために奴を否定させろ。俺は今女型の巨人を追っている。邪魔な奴らを排除してくれ。わかりました。私頑張ります。奴も少しは疲弊したが、それほど速力はないように見える。面談、苦戦してやがるのか。絶対にエレンは生きてる。絶対命令が出てるってのに、巨人に囲まれて動けねえ。おとなしくしてろ。悪いな。体勢を立て直せ。周囲の巨人の討伐を頼みたい。はっ、全力で任に当たります。また巨人が現れたのか。巨人を呼びやがった。感謝します。助かった。俺は先に奴らを倒す。ミカさん、お前は女型を追って足止めしておけ。了解。絶対に逃がさない。行く。救援要請、無視はできない。おとなしく。何が起こってやがる。くそ、俺はどうしたら。
どうした化け物。無事なら手伝え。周囲の巨人を倒すんだ。任せてください。やってやりますよ。おとなしくしてろ。エルヴィンの判断通り補給しておいて正解だった。無駄、苦戦してやがる。片付いた。次は女型だ。悪い。手を貸せ。周りの巨人の排除を頼む。リヴァイ兵長、了解しました。どうした負けた。体中かっさばいてやる。おとなしくしてろ。やる。おとなしくしてろ。止めて相手して。おとなしくしてろ。面白い暮らしやがった。走り出すぞ。逃がさない。エレンは私が助ける。手は切るなよ。エレンは絶対に生きてる。絶対に生きて助ける。邪魔だ。おとなしくしてろ。手はつけよ。早い。早すぎて女型が守る暇もない。
ヤツの回復が追いついていない。あと少しだ。奴らを何匹殺そうとエレンを救えなきゃ意味がねえ。もう一歩も進ませない。お前も殺しエレンを助ける。エレンを返してもらうぞ。命を落とす。その前に蹴りをつけねえ。おとなしくしてる。
疲弊してる。きっと動けない。殺せる。よせ。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。エレン、女型逃した。なんでみんな、一体作戦は失敗した。今は休んで。もうじき壁につくから。早朝から出てったと思ったらもう帰ってきたのか。たく、こいつら何しに行ったんだよ。エレン、耐えて。兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話していることが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか。死んだ兵士に悔いはないとお考えですか。今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。